Hey everybody, it's Matt here from Cool Japan at City, and today I have the special privilege to work part-time at a French restaurant. That restaurant is Le Favori in the Akasaka location. So, I don't know really what to expect. It's my first time ever working part-time at a restaurant, so let's get right to it. VIP が今日いらっしゃるから、はい、1対1で英語の会話だけで食事をしようっていうランチ会なんですけど、やっぱりそのちゃんとした人が対応した方がいいかなと思って探してたら、はい、たまたまマトさんが、接客ってやったことあります？ないですよね。あんまりないですね。アメリカに住んだ時もレジスター、さあスーパーとか、まあ、それが多かったんですけど、やっぱりレストランは、まあ、ない。そう、あ、そうなんですね。はい、なかなかなんか日本のアルバイトとしては、はい、あまり典型的じゃないというか、この場所がこういうアルバイトをやってる人の数的には少ないんですけど、はい、少ないんですけど、居酒屋とか、ああそうですね、まあ、アルバイトだったらすごくたくさんやってて、うん、そうですね、はい、あの海外の方も留学とかで日本に来て、ね、やるチャンスっていうのは多いと思う。はい、数は少ないって言っても、なんだろう、日本らしいというか、他のアルバイトしようという方にアプローチして紹介するような映像を撮れるはずなので、はい、あ、はい、ぜひ使っていただければと思います、はい、おはようございますとか、はい、お疲れ様ですとか言うんですけど、はい、夜でも朝でも関係なくこれから仕事始まるから、あ、そうです、おはようございますっていうか、直接英語にするとグッドモーニングだけど、はい、でも英語で言うんだったら絶対グッドイブニングでいいと思うんですけど、日本語に直すと意味はおはようございますとかこんばんはとかよろしくお願いしますとかいろんな意味にはなるんだけど、言葉としてはお疲れ様ですとかおはようございますっていうので挨拶することが多いです。失礼いたします。今日あのちょっとアルバイト体験してマットさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。リニアルディーズってわかります？わかりますね。サブシーツ、あ、ど、あ、ありがとうございます。一回こうやってバラして、はい、で、綺麗なところで巻き直して、さっきよりも綺麗な状態にして、そうですね、こんな感じでこうやって入れるんです。こんなこと多分日本人しかしないと思います。意味があるかないかって言ったらないんだけど、うん、こういうところまで心遣いをしてお客様をお出迎えするっていう、まあ、自分自身に対するなんていう、はい、気合を入れるみたいな、はい、とこなんだと思います。日本人の精神的に。Master of the store is kind of going over the basics with me, how to greet the customers, how to provide, you know, the Japanese hospitality, omotenashi. It's very important in Japanese society, so he's making sure I can do it perfectly to a T. So we'll see how it goes. I'm a little nervous, but I'm starting to feel a little more confident. We'll see.はい、今日は店長ありがとうございました。ありがとうございました。今日は、まあ、アルバイト体験ということで実際にお客様にサービスマンとして接客をしていただいたんですが、今日のお客様はちょっと特殊で、あの英語での接客をご希望ということだったんですね。で、マットさんにその力を借りたんですけども、驚いたのが、あの日本人の人でも接客っていうのは一回教えただけではなかなかできない、難しいというか自然にできないことなんですが、あの今日一回教えただけで、しかもそれを英語でやっちゃうっていうあのことがものすごく驚いて、すごく頭のいい方だったなっていうのは思いました。で、我々もその英語を使う機会っていうのはちょっとはあるんですけれども、あのネイティブの方の自然な表現っていうのを今日生で勉強できて、我々にとっても良かった一日だなと思いました。ありがとうございます。Very delicious. The fish has a
very juicy flavor to it, but not too overbearing, just the right amount of flavor. Mmm. Tsukemono is also very good, very refreshing. So I just finished my shift here today at Favori. I gotta tell you, I'm pretty exhausted, but I had a great time. I learned a lot about restaurant etiquette here in Japan and also how to serve customers. So I think it was a great experience, something I've wanted to try for a long time. And speaking of which, you know, if you happen to come to Japan, you shouldn't be scared to try to apply for part-time jobs here. I think it's a great way to improve your Japanese and also to learn a lot about Japanese culture. So make sure, like, if you ever come, don't be scared to just apply to any job you think is interesting. Who knows, you could maybe be working here someday. It's a pretty nice place, so. Anyway, that's all for today. Thanks very much. We'll see you next time.